やっぱりアンバーはやりやすいんですかね、そういう意味では。ギリできる種目なのかもしれないですね。髪型はね、いろいろありましたからね。はい。でも東京オリンピック出れてよかったですよね、亀山さんは。あの演技前の表情なんかもうグッときましたね。グッときました。ちょっと天を見上げてね。はい。うん、さあ、つり輪です。モルダウアーのつり輪。あん馬では先ほどミスがありました。振り上がり中水平 E 難度。これは中水平ですね。持ち込んだ。持ち込んだ。今本間からの中水平って難度の認定はその分割っていうかその価値は上がらないんですけど、伸身でやった場合取ってもらえるのかなっていうのはちょっと今疑問に残ってます、これは開脚の上水平。フィニッシュは新月面。釣り輪も強いですね。ミエル選手、モルダウアー選手か。アンバーで2回落ちてっていう後なんで、まあこの残りの種目でしっかり点数取って個人総合につなげるっていうところで頑張りどころでしたね。なんとか決勝に残れば。点数はまたね、決勝は決勝の点数ということ、ここは回転系、山脇から屈伸の山脇。最後着地、